ウラジーミル・ワブラモビチ・アレクセンコは、ソビエト連邦の軍人、二重ソ連邦英雄。最終階級は、空軍中将。第二次世界大戦では、第277襲撃機構空手団第15、新英襲撃機構空連隊を指揮した。自身も1七7回の出撃を行った功績が、評価され、ソ連邦英雄に劣勢られた。その上、 さらに143回の出撃を行い、ソ連全体でもわずかに154人しかいない二重ソ連邦英雄となっている。大戦終結までに合計292回もの出撃を記録している。戦後も軍に残り、ケイー・ボロシーロフ記念高等軍事学校を卒業して中将まで上り詰めた。1967年から1974年まで、 第5航空軍の指揮を取った。アレクセンコは、1923年1月27日に、クラスのダール地方、キエフスコエ村のロシア人農民の家に生まれた。1940年、彼は、高等学校を卒業し、クラスのダール飛行クラブに加わった。1941年5月、赤軍に召集された。1942年、 アレクセンコはクラスのダール軍事飛行学校を卒業した。翌年、ソビエト連邦共産党に入党。同年2月、レニングラード戦線の第15新鋭襲撃機構空連隊に配属されたアレクセンコは、イリューシンイル -2 を受領し戦場をかけた。1944年初旬、レニングラードノブゴロド構成で彼は幾度となく出撃を行い、 レニングラードの包囲突破に至った。夏になると、彼は、ビボルグペトロザボーツク攻勢に参戦し、フィンランドとの継続戦争終結に貢献した。6月12日、アレクセンコは、ドイツ空軍機と交戦し、2機を撃墜している。秋には、バルト海攻勢に参戦し、たびたび出撃を行った。1945年1月に、 アレクセンコは飛行隊司令官に就任し、東プロイセン構成で指揮を取った。2月には連隊副司令官に任命され、2月22日に赤旗勲章を受章。4月27日、ドイツ軍の部隊や設備に対する230回の攻撃任務遂行が評価され、レーニン勲章受章とともにソ連邦英雄に劣勢られた。また、 終戦後の6月29日には2度目のソ連邦英雄に列せられたが、対戦終結までに、アレクセンコは、ドイツ軍の要塞や飛行場に対する292回の攻撃任務を果たしている。伝えられているところによれば、彼はその任務の中で、多数の飛行場や33両の戦車、118両の車両、53両の鉄道車両、85両の客車、 54門の対空砲、10個の弾薬庫、27門の大砲、12門の迫撃砲を破壊し、1300人のドイツ兵を殺害したとされる。1952年、アレクセンコは、K.E. ボロシーロフ記念高等軍事学校を卒業し、ついで1954年には、ワイエーガワー・リン記念空軍学校を卒業した。 1959年から1963年にかけて彼は第5期ウクライナソビエト社会主義共和国最高会議の大議員を務めた。1967年からはオデッサの第5航空軍司令官に在任し翌年中将へ昇進。1971年から1975年まで第8期ウクライナソビエト社会主義 共和国最高会議の大議員を務めた。1978年に退役し、以降はオデッサで過ごしている。1995年6月16日に死去。遺体はオデッサ第二キリスト教墓地に埋葬された。ありがとうございます。